あらめさん、こちら、ゆずひこです。それでは、今回なんですけども、すき家で ID 決済&楽天ポイント牛丼並盛り1杯がもらえるキャンペーン参加ということで、今回はすき家で楽天ポイントが使えるようになったということで、牛丼並盛り1杯がもらえるキャンペーンに参加したくなったので、早速すき家に行ってきましたので、まずは実写の動画からどうぞ。楽天のポイントカードあります。じゃあこれでいいですか。はい、ありがとうございます。こちらにお願いします。はい、ありがとうございます。またお願いします。ということで実写の動画でした。いや、明太高菜マヨ牛丼頼んだんですけど、めちゃくちゃうまかったですね。まあ、久しぶりにすき家に行ったんですけど、まあ、先ほどの動画でもちらっと出たと思うんですが、現金決済の場合はお客さん側が現金を入れるレジに変わっていたりですとか、あとはテイクアウトの人はテイクアウト専用のパネルも準備されていたので、まあ、かなりすき家も進化されていましたね。現金専用レジやテイクアウトのパネルを見る限りは、まあかなりスタッフ側の労力の軽減にもかなりつながってきそうですよね。そして今回の牛丼並盛りの1杯もらえるキャンペーンのおさらいなんですけども、抽選で10万名様に牛丼並盛りが1杯当たると。そして専用ページでまずエントリーが必須となってます。でエントリー期間は7月の5日から7月の22日そしてキャンペーンの期間は7月9日から7月の22日で200円以上のお会計で楽天ポイントカードを提示します。あとは牛丼以外の商品でも OK ということですね。そして当選者の方には2019年の8月末日頃に連絡がありということで、ざっとこんな感じですね。一応キャンペーンのリンクも下の概要欄に貼っていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。まあそんなこんなでまだ期間は少しあるので、ぜひ期間中にすき家に行かれた際は楽天ポイントを提示してみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。